革新の自立を勝ち取るため、我らジオン公国は同じ土俵に立つのです。先制を含む新型モビルスーツの開発権全軍に次ぐ。これより我が軍はジオン本土に対する最終作戦を開始する。二の手先がちょろちょろと仕留めてやる。はい、皆さんこんにちは、渡りグルビージです。では今回はギレンの野望ジオン独立戦争期地球連邦軍兵野山少佐を目指す続きをプレイしていきたいと思います。と言ってみたもののですね、野山は無事少佐に昇進を果たしていますので、この後はですね、中佐、大佐とさらに昇進を目指して頑張ってもらいたいと思います。作戦の状況なんですけども、前回ですね、バーワクーの攻略が完了していますので、今回はグラナダの攻略、そしてもう一つ残っているサイド3攻略、これの準備にも入っていきたいと思います。では早速、グラナダ攻略作戦発動していきましょう。グラナダへはバーワクー、さらにオーストラリア上空から、もう一つルナ2からと合計3つの攻略ルートから部隊を同時に侵入させていきたいと思います。なので今まであまり活躍がなかったブレックス、ワッケインなんかも今回はね出撃をしてもらいたいと思います。逆にレベル将軍なんかは一度消耗した部隊をね補充をかけたりして増強を行って待機したいというふうに思います。ではルナ2から、そしてオーストラリア上空バーワ空からも出すグラナダ攻略作戦を発動していきましょう。我が軍はこれよりグラナダ攻略作戦を開始する。この基地はジオン本土を攻略するための共闘庫として高い戦略的価値を持って諸君らの健闘に期待する。では野山の軍団を編成しました。少佐になったので軍団長に就任ですね。ここには旧ホワイトベース隊を主に配備してあります。野山は引き続き G3 ガンダムに乗ってもらいます。アムロなんかよりもすでに能力的には上な野山なので、ガンダムのアムロより高性能な G3 ガンダムに乗ってもらうという形にしていきます。ホワイトベースにはブライトでマゼラン後期型、これはモビルスーツが搭載できるタイプになりますが、ミライとフラウボーを配備してあります。カイ・ハヤトはガンキャノン、スレッガーには量産型ガンキャノンに乗ってもらっています。ジョブ・ジョンはガンキャノン2に乗っています。これでグラナダ攻略作戦に参加してもらいたいと思います。報告します。開発にニュータイプ用モビルスーツアレックスの開発に着手しました。本機体が完成すれば戦局を左右することが戦力になるかもしれません。連邦軍初のニュータイプ専用モビルスーツアレックスの開発に着手という報告が上がってきています。すでにグラナダ攻略作戦進行中なのでグラナダ攻略戦には間に合わないと思うんですが、あわよくばサイド3進行戦に使えたらいいかなというふうに期待をしています。ではグラナダの方に3部隊同時に到着させることができましたので攻略戦始めていきましょう。ヤザンの部隊はですね、先ほどもご紹介した通りホワイトベース隊中心に編成してありますが、さらに増強をかけていまして、今はですねモビルスーツ隊もさらに充実をしているという状態です。白い悪魔、そうかアムロが乗ってるので白い悪魔も発動できますね。これでじゃあちょっと一気に決着をつけに行きましょうか。少佐に昇進している野山ですが、さらにね上の階級を目指して、ここも軍団長ではありますがモビルスーツに乗って前線に出てもらいたいと思います。で地味にですね政策ポイントであったり軍事ポイント余ったりしていましたので、そこはですね特別作戦演説、これは士気がプラス5になるんですけども、これをちょこちょこ入れておきましたので士気もね充実しているんじゃないかなというふうに期待をしています。では特に作戦らしい作戦はここはありませんので基地中心部に向かって全部隊発進していきましょう。瞑想を自分とは関係のないもののように思っている。そうか。しかし人の縁は大事にした方が。本気で言っているの？俺だって生きている間ぐらい人並みに上手に生きてみたいと。不器用だから。本当。何なんでしょうねこの会話ね。まあ実際にありましたけどね。劇中でもこの、未来さんとブライトの会話というのは。こっちはワッケインの舞台ですね。ワッケインの舞台もなかなか活躍の場はなかったんですけども、このグラナダ攻略戦ではしっかり働いてもらいたいと思います。実はワッケインは少佐の階級なので、ヤザンに、まあ、言ってみれば追いつかれてしまったような形にはなってますよね。敵部隊は一番このブレックスの部隊に接近してきそうなので、ブレックスの部隊だけはちょっと陣形を組んでしっかり守りの体制を取っておきましょうか。まあ、守りの体制の中で重要になってくるのがミノフスキー粒子のね散布とその散布範囲になると思いますので、しっかり計算をしてミノフスキー粒子で守られる状態で戦っていきたいと思います。ここは陣形を張ります。君にも協力してもらいたい。はい、あなたのような人に会えてよかった。共に戦いましょう。では交戦状態に入りました。ヤザンの部隊も攻撃態勢に入っていきましょう。ワッケインの部隊のところには敵迫ってくる様子ありませんので、このままですね、基地中心部に突入していってもらいます。このままいくとワッケインが一番早く基地中心部に到達できそうな感じですね。基地中心部にはあんまり強力なモビルスーツいなそうな状態ですので、ワッケインの部隊でも十分に対処できるかなと思います。5倍以上のエネルギーゲインがある。アムロもヤザンの部隊に編入済みです。まあ、ヤザンとアムロ実は相性が悪くてですね、ヤザンの部隊にアムロを配属するとアムロの忠誠が下がってしまうんですけども、アムロ自体は少尉という階級なので、まあ、謀反が起こせる階級ではないというのもあるので無視してここは配属を強行してあります。スレッガーさんはシーマを撃破ですね。このグラナダにも強キャラらしい強キャラはいませんでしたね。敵の方はであればこのまま突っ込んでいきましょう。では各部隊基地中心部に迫ってきていますので、このまま中心部に進行していきます。ただこのターンでの攻略は難しそうなので、2ターンにかけてですね、このグラナダ攻略戦、続きをやっていきたいと思います。ここまでヤザンは撃墜数3ですね。ちょっと伸び悩んでいるのは敵部隊があまり寄ってこなかったっていうところが大きいですかね。ヤザンはここで456とアムロと一緒に共同撃墜でスコアを稼いでいます。456です。これで撃墜スコアトータル100を超えたと思います。最後7ターン目に入りますが、うまくすればこのターンでグラナダ陥落させることもできるかもしれないですね。思いのほか敵もろくてですね、もうモビルスーツは全滅させたので残っている砲台、これを撃破すればこのステージグラナダ攻略完了ということになるので、うまくダメージソースを分散させてこのステージで、このターンで終わりにさせたいですね。全然できると思うのでしっかり計算してやりましょう。ヤザンはもう1個撃破を増やして、このグラナダ攻略戦では撃墜スコアを7で終わりそうです。ここにはジオングもいなければベグザムもいなかったので、数こそ多かったもののグラナダはね、あっさり攻略できたのかなと思います。あとは残っている砲台をこのターンで全部撃破できるかどうかですね。できれば残っているのがサイド3本国のみという形にできそうです。モビルスーツの方はですね、ジムスナイパー2まで開発完了してますが、まだアレックスの開発が完了していないという状態です。これでグラナダの攻略完了になります。敵部隊沈黙、敵基地の制圧に成功しました。我が軍の勝利です。デビル将軍、グラナダ基地の制圧に成功したことで我が軍はサイド3に対しより有効な作戦を展開することができます。グラナダ基地からのサイド3攻略作戦を検討してください。はい、ではグラナダの攻略完了しましたので、残されているジオン本国サイド3攻略戦を行っていきたいと思いますが、その様子はですね、次回プレイをしていきたいと思いますので、ぜひ引き続き皆さんの応援をよろしくお願いいたします。今回はここまでにさせていただきます。